りょうみさん、こんにちは。かんです。ということで、今日はですね、銀さん、皆さん使ってますでしょうか？結構前にね、コラボしたキャラなんで、持ってない方も多いかもしれないんですけども、持ってる方はぜひね、今一度、もう一回編成に入れてはいかがですかという動画です。僕のチャンネルでは、白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。あと、メンバーシップ始めました。はい。まあ、なんでね、この銀さんを入れましょうみたいなことを言ってるかっていうと、まあ、僕の場合はですね、ルカとゲオルグがおるから銀さんを入れてるっていうのが一番大きいんですね。ただまあ、それ以外にもシンプルに強いのでね、入れるの結構おすすめしております。はい。まあ、なんでね、ルカとゲオルグをこの子をリーダーにするかっていうと、ルカはですね、男気レベルが110になると SS がオンザラインになるっていう能力を持ってるんでしょう。だから、リーダースキルのためにね、この子を使っております。スタミナ消費マイナス110倍になるためにこの子をリーダーにしてるのと、ゲオルグは今キングのスタイルですので、これでね、リーダーのタイプとなんかいろいろあってオバフローになるっていうやつがあるんですよ。なので、スタミナタイプかつリーダースキルがスタミナ消費マイナス 10% の銀さんを入れてるっていうような感じなんですけども、このね、銀さんめっちゃ強いんですよ。この子 SS 打ったら、浮揚効果無効がつくのと、あと専用スタミナゲットしてもスタミナ枯れる心配もない。ほんで、走りもめっちゃ速いということで、めちゃめちゃいいこと尽くしなんですよ。ほんで、失点しても、失点したら状態は解除されちゃうんですけど、SS ゲージプラス 40% もされるんで、大体、割と大丈夫やったりするかなっていうような感じなんですね。ほんで、この子体力なくなったら、もうカメハメハ打てるっていう感じなんですけど、これのルールというか、この仕組みを知らない人が多いと。なので、この子で、ね、勝てる相手が結構多いんですよ。もうほんまに古いキャラなんでね。ほんで、この子の対策、リルテッドとかね、結構、対策、僕の編成リルテッドきついんで、銀さんを入れてるっていうのもあります。リルテッド対策のために、一応ね、ラケットもこの浮揚効果無効だから、こう、捕まるのを防ぐためのギアショット。で、ほら、SS って浮揚効果無効つくけど、SS 打たれへんかった場合捕まってまうやんか。それはちょっと良くないなということで、このラケットも出して、ほんでから、ある程度 SS 溜まったら、この子で SS 打って、もう、リルテッド怖くない状態。だから、特状態これ永遠続くんですよ。失点さえしなければね。なので、結構、いい感じやと。ほんで、SS 溜まったら、ルカで行ってもいいし、みたいな、他のキャラで行っていいような感じです。ということで、今から試合をやっていくんで、それを見ていってください。どうぞ。はい。というわけで、やっていきましょう。相手のレートは2155と、まあ高いですね。ほんで、相手の編成を見る限り、別に銀さんを出す必要はないんですけども、出してもいいと。銀さんを出す相手の例としては、普通に浮揚効果無効がいる相手やとか、あとダメージがすごい、与えてくる相手に銀さんを当てると結構良かったりします。例えば、リルテッドとかね、あれはもう捕まったら終わりですから、捕まらないように銀さんを使うっていうのと、あとはルーシェとかね、あとワンチャンニオウもあるんじゃないかなとは思ってるんですけども、そうですね、ニオウはそんなに良くないかもしれないですね。でも当てても、全然ワンチャンあります。はい。体力ね、こっち無限なんですよ。ほんで、ニオウ結構体力からし系のキャラやんか。だからそれで相性いいのと、カメハメハ打った時に衝撃波みたいなの打つことができて、それダメージ与えれるんですよ。それで、相手の体力をからして瞬間移動できひんくさして、そっからカメハメハで決めるみたいな。そういう感じの戦い方ができると思うんで、結構ありかなと思います。走りも速いんでね、別にブレ玉でめっちゃエグいとこ打たれてもちゃんと、取りに行けばいけますんで、それで行くっていうような感じですね。ニオに関してはね、俺、ルカで勝てるかなって最近思ってるんですよ。ちょっとそれはね、賛否いろいろあると思うんですけど、今からね、この動画を作って投稿した後にですね、強い人とそれでフレームして検証してくるんで、ちょっとまた楽しみにしていてください。一応ね、ニオルカで勝てるかもみたいな動画出してるんですけど、確証がないんでね、普通に個人的に調べる感じですね。また分かりましたら、動画で言うなり、それ専用の動画作るなりしますわ。それ専用の動画作るにしても、ね、いっぱい試合しな、そういう素材が取られへん可能性があるからあれやけど。とりあえず銀さんは強いってことなんですよ。まだね、今ルカでキャラゲしてますけど、ちょっと待ってくださいね。銀さんもうじき多分使えますんで、まだつかないですね。つかないですねってね、使わないですね。よいしょ。えぐ。このオンザはマジで取られへん。これはね、頑張って取りましょう、皆さんは。僕はね、取れないですけど、皆さんなら取ることができると信じております。はい。ほんで、おい、ラッキー、それは。ほんで、ゲオルグさ、二王対策でいいって言うけどさ、初手からゲオルグ出さないと、浮揚効果無効つかへんから、ちょっとゲオルグ抜こうかなって最近思ってる。だからね、銀さんをね、抜くかどうか悩んでるんですよね。
だってリーダースキルだけでルカも同じリーダースキル持ってるからさ、どうしようかなって悩んでるわけですよ。ほんダメージ結構入るよね、ニオ。ほら、これカメハメ状態、カメハメ状態。次行くで、ウィーン、ブンブンっていく。はい、相手性能知らんかった説、濃厚。割とね、レート2000以上の人でも銀さんの性能知らんってことね。あと忘れたって方も結構多いんで、結構ありかなと僕は思っております。そんで、まあ、銀さんの靴は、まあ、銀さんモチーフですね。銀さんモチーフにしてると、まあ、走りが速くなるっていう利点があります。あとほら、吐き抜きも効かないと。打撃が向こうついてるからね。これストレスでちょっと粘ってていいですよ、こうやって。失点絶対しないマンになるようにね。ほんで、これでボーンっていって、ほんでダメージがちょっと入るはずや。あ、腹パンした。そう、こういうことなんですよ、皆さん。銀さん強いんですよ。はい、というわけで、2戦目です。はい、リルテっていました、リルテット相手には、あれ空振っておる。たまに俺空振るんすよ、マジで。ルカのスマッシュなんかもっと空振りますからね。だから俺最近はもうね、ラケットブンブンするようにしてます。もう、指2本でずっとタップしてる。もう2本でタタタタタってやってます。もう角度とかどうせ、つけてもね、どうせ陣に入るんで。もうええやと思って。あ、ルカミラーの場合やけどな。どうせ陣に入っちゃうから、俺は、もう、普通に、絶対、球を空振らない方式で戦っていきます。はい。ああ、ルカのスマッシュ、ちょっと取りやすいよね、取りにくいよな。ちょっとよくわからないの。でも、ロブレンで割といけたりするよな、耐えるときって。まあ、俺はあんまりロブレンせえへんみたいねんけど、事故るから、俺たまに。あとほら、スライスドロップ封印ついてるからさ、スインゲレー広くできることできひんやんか。ん？広くすることできひんやんか。だから割と、速いスマッシュってうざかったりするよね。これスマッシュすごい角度つけてね、打てたらいいねんけど、俺はね、大体、まあ、たまには抜けるけど、陣にかかることがほとんどやから、俺はもう、空振らないことを、俺は、モットーに生きております。まあえて多分ね、もうじきルルテとかなんかで削ってくるんやと思うんですけど、どうかな？うん。ほんで、俺がもうそんな、そんなもん SS ルカで打っちゃって、さあ、今からリルテットで来るんでしょ？あ、来ますね。こういう時、SS が全然溜まってなくて、うわ、どうしようって時にですね、このギアショットが役に立つんですよ。なので、銀さんにはこのラケット持たせてください。そうじゃないと積む可能性があるので、マジでこれはありです、このラケットね。リルテットたまに来るでしょ、クレーコート。来た時に積んでたらね、結構きついんですよ。リルテットね、なんか割と、そんなにレート高くない人相手にもリルテット使われたら負けてしまうことがよくあるんで、もうこれはね、ぜひとも対策入れておいた方がいいかなと俺は思ってるんですけど、俺の場合結構大ダメージ受けるんで、いつもね。なので、銀さん入れてるっていうのもあります。はい。ほんで、まあ、今ね、こうやって。これわざとね、スピンでダイレクトで返してダメージいっぱい受けて、早くカメハメハ打つっていうのもだいぶありかなと思います。失点さえしなければね、いいんですよ。ほら、打球後が向こうですよ。こういうことですよ。ラケットさえちゃんとしといて、銀さんで SS を打てばもう失点するまではずっと特殊状態なので、もう最強です、皆さん。ぜひ、使ってみてはいかがでしょうか。ほな、相手体力枯れてるよね。これカメハメハの時に体力結構、なんか衝撃波でダメージ与えるっていうやつやから、まあ、体力面でも余裕やと。ほんで SS が溜まってるけど、こっちは特殊状態ずっと続いてると。もう最強ですよね。ほんで、これでね、相手ルカに変わったんで、ルカにしようと思ったんやけども、この日の俺は銀さんに行くつもりなんですね。多分リルテットで打たれたらダルいとかそういう理由なんでしょうか。まあでももしね、リルテットで壊れたとしてはまた銀さんに行けばいいんじゃないかなとは思うんですけど、ほんで、これたまにね、トルチョバグで似たようなことが起きるんで、ちょっと焦るんですけども、ね、サーブ打ったと思ったら打ててないみたいなことがたまにあるんで、まあそれはね、焦らず頑張ってください。今のところトルチョバグみたいに固まったことはないんで、今のところね。なので、まああんまり銀さんね、毎回出動してるわけじゃないから、そんなにサンプル数みたいなことは多くないんですけども、まあそれはね、頑張ってください。これ前からのカメハメはめっちゃ強いって言おうと思ってんけど、その前に決まってまいりましたね。まあ走りめっちゃ速くて、スインギリアもそこそこあるんで、まあボレーにめっちゃ行く。ほんで、相手に、まあロブ上げさせてスマッシュ打って、スマ向こうをつける。あ、そうそうそう。言ってなかったな。靴のスロットスキル、スマッシュ打った時に、空中地面ノックバック向こうっていうやつにしといたら、まあ結構良かったりするかなと僕は思います。結構ね、銀さんは、それをつけると、もう結構無敵になるんじゃないかなと思います。ほんで、またリルテットですね。リルテットがいたら、もう銀さん皆さん使ってください。ほんで、銀さんね、今ラケットこれ間違ってますね。銀さんモチーフ持たしてますね。これだいぶやらかしてると思うんですけども。まあ皆さんはね、ぜひとも、僕がさっき言ってるギアショのラケットを持たしてください。はい。4秒向こうのやつですね。これ SS 打たれたら終わるんで、ほんまにこれヒヤヒヤしてますよ。ほんで、あえてね、あれで打たないんかいってなってね。オールナイト行くん？あ、行かへんよね。ほんで、これ多分ルカで行くんですよ。いや、マジでね、銀さんはね、最強なんですけども、こうやって04になってしまうとね、結構だるいんで、ルカで行きます。04ってさすがにね、
銀さんだけでまくるのは結構厳しいかなと思います。ミカさん相手とかやったらね、このライソーとかノクバムコーツいとったらいいねんけど、あのスマッシュ打つ機会があんまり設けられへんやんか、ミカさん相手にやったら。ほんならまあそれはちょっと厳しいなっていうことで、ノクバムコーが普通についてるルカでいくっていう感じですね。まあミカさんルカでね勝てるんで、あのぜひ当ててみてください。ルカマジ最強なんで、あとアナゼも最強なんで、ぜひね皆さんやってください。これ運よくね SS 打てたんでよかったですけど、これギリギリね、もうほんまにほんまは多分これ2番になってたんですけど、ギリギリならへんかったんで今大丈夫やったっていう感じですね。 SS は飛んでいかへんかったけど失点もせんかったっていう感じ。ほんで相手の SS をこうやって無効化すると。ほんでこれ次が問題、これ相手なリルテッドでこんかったら多分相手勝てとってん、ほんまにもったいないことしてると思う相手。多分ねミカサやったら銀さんが負けると思うから、うん、だから相手はもう肯定するべきであった。もうこれはほんまにラッキーとしか言いようがないよね。やっぱじゃんけんで結構大事よね白猫テニスってね。いいっすね。ほんでまあもう危ね、まあ陣があるからな正味、俺のスマッシュは相手がスペシャルとかそんなんで回想が取れるんでね、取れるっていうか取ってくれるんでね、勝手に陣がアウト。いいね。ほんでまあ最後何でとどめを刺すのかな俺は。さあ銀さんに行くのか、あこれ多分ロカで行くね、勝ちに行ってるからロカで行きますね。まあそういう感じでは皆さんね銀さん使ってみてください、結構良くないですか。あとルーシェに対してめちゃめちゃいいんで、まあ、たまにルーシェ来るでしょ、そういう時ルーシェ相手に使ってあげてください。もうほんま2打球に1遍ぐらい速い球打てるんでマジ最強っすよ銀さん。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。銀さん割とありでしょ。皆さんも多分ね能力知らなかった方も多いと思うんでね、ぜひこういうね相手が性能知らんキャラで攻めるっていうのはすごい楽しいし、なんかやってやった感っていうのあるし、ほんでまあ相手もだいぶテンパるっていう意味で結構強い人にも勝てたりするんで、ぜひ試してみてください。まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、これからも頑張って投稿していこうと思いますので、チャンネル登録と応援もよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。俺が行く。バイバイ。